札幌市中央区、北四条西三丁目地区の再開発。地上8階建てと32階建てのビルが建設される計画です。この中に入るテナントの一部が明らかになりました。再開発工事のために閉店となった水産加工品店。新しいビルでも店を構える予定です。 この地区に1月まであった佐藤水産のほか今営業中で今後立ちの木となる居酒屋などがテナントとして入ります中心となるのは家電量販店のヨドバシカメラです地下3階から8階までなんと11フロアを占めることになり売り場面積は今の札幌店の3倍以上 結構できたらすごいかなって思って行ってみたいなとちょっと思います普通の夜通しカメラにないものとか置いてほしいです札幌が好きなのでそれ駆けついてくれると嬉しいです南北線札幌駅の改札口の目の前こちらからも新しいビルは出入りができるようになるんです再開発ビルの地下1階は南北線の地下鉄札幌駅と直結 ビルの地下には700台分以上の駐車場が作られる計画です。完成は2028年7月の予定です。